売却、ダガー、テント、クナイ、ヘアバンド、万能薬、ブラックベルト、ミスリルナイフ。合計4200ギル。リフレクトリングを購入。残り5ギル。21戦目、イフリート&シバ。交互に入れ替わりながら襲いかかってくる。攻撃を5回受けるとバトンタッチ。カウンターでファイアーブリザードを使ってくる。どちらか一方を倒せば勝利。最初はイフリートが出現します。イフリートが行動するより前に魔風剣を使います。これで1ターン目にファイアが来ても吸収できます。吸収のエフェクト中は敵のゲージが停止する一方で味方のゲージは進むので、すぐに魔風剣を張り直すことができます。魔風剣を張り直したら窓しこしながら攻撃していきます。カウンターでファイアを使われたら攻撃を控えて魔風剣を張り直します。なんとか2ターン目のファイラに間に合いました。エフェクト時間を利用して、すぐに魔風剣を張り直します。魔風剣を張り直したら、また攻撃していきます。攻撃5回の条件を満たしたので、3ターン目はイフリートとシバの交代が発生します。このタイミングで全力で逃げます。イフリートとシバが入れ替わる瞬間だけ逃走可能です。テイク2は4回でした。逃走しても勝った時と同じように話が進みます。倒した幻獣は魔石化して回収しておきます。